ヌエストラセニョーラ、デルピラール聖堂。ヌエストラセニョーラ、デルピラール聖堂は、スペインアラゴン州サラゴサ県サラゴサにある、カトリック教会の聖堂。ピラールの聖母こと聖母マリアに剣道されている。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世によって、スペイン系の人々の母と称えられた。この聖堂は、史上初めてマリアに捧げられた教会とみなされている。地元の言い伝えによれば、 この聖堂の歴史は、十二使徒の一人で、スペインにキリスト教をもたらした、ヤコブの前にマリアが姿を現したという逸話に始まる。これは、聖母の飛翔天以前にマリアが出現した唯一の例として知られる。多くのスペイン王や、他国の支配者と聖人たちがこの、中上のマリアに封建した。聖ヨハネ、聖テレサ、イグナチオロヨラ、 福者、義ム武者、ミナードらが顕著な人物である。ピラールは、サラゴサ市内にある二つの小シ,シリカのうちの一つである。近隣には、サルバドールでサラゴサ聖堂がある。ピラールは、バロック様式で、現在の建物は1681年から1872年の間に建てられた。古くからの地元の言い伝えでは、キリストの張り付けと復活の後、ヤコブはスペインに、 福音書をもたらしたが、伝道に失敗し彼は、意気消沈してしまった。言い伝えでは、期限40年1月2日、彼がエブロ川の岸辺で深く、祈りを捧げていると、神の母が彼の前に出現し、自分自身を模した、小さな木造と壁玉の柱を与え、彼に教会を建てるよう命じた。出現から1年後、ヤコブはマリアを称える、小さな礼拝堂を建てる準備を整えた。 最初の教会は、少女マリアへ捧げられた。エルサレムへ戻った後、彼は44年頃に、アグリッパ一世によって処刑され、十二使徒で初めての信仰の殉教者となった。彼の弟子数名が彼の遺体を引き取り、スペインの最終的な埋葬地へ連れ帰った。この最初の礼拝堂は、他のキリスト教建築物の多くと同様にすぐに壊された。しかし、マリア像と園中は、 サラゴサ市民が守って無傷のままであった。ロマネスク様式の教会、編集その後現在の聖堂の位置に多くの教会が建てられた。聖ヤコブの建てたちっぽけな礼拝堂は、後のコンスタンティヌス帝時代にバシリカに似た建築となった。その直後にロマネスク様式に建て替えられ、その後にゴシック様式、ムデハル様式に改築された。今も深く崇拝される。 サラゴサの礼拝堂の多くは1118年、アルフォンソ一世によって、キリスト教徒のレコンキスタが始まった時に作られたと推測される。教会は、ペドロデリブラナが司教職を務めた期間に、ロマネスク様式で建てられた。彼は、サラゴサで聖母への感謝状の最も古い記載を残した人物として、名を残した。このロマネスク様式の教会で今も残るのは、 南北のティンパルムである、ゴシック様式。編集1434年の火事で、ロマネスク様式の教会は損傷し、ムデハルイコールゴシック様式で再建が始まった。ゴシック様式の教会は15世紀に建てられた。今では、聖火体石とダミアン・フォルメントが作った石膏の祭壇ついた手を含む、数箇所だけが無傷のままあるいは修復されて残っている。夜のバシリカ現在の教会。 編集現在の広々としたバロック様式の教会は1681年にスペイン王カルロス2世により建設が始まり1686年に完成した建設当初はフェリペ・サンチェスが監督し後にドンファンデ・アウストリアの下でショー・フランシス・コイレーラにより修正された1725年サラゴサのカビルドが聖なる礼拝堂の外観変更を決め 建築家ベントラ・ロドリゲスに設計を依頼した。彼は聖堂を現在の高さ130メートル、幅67メートルの大きさに一変させ、11の小銭塔と4つの王道を加えた。現在最も観光客が訪れる箇所は、ロドリゲスが1754年に建てた聖母マリアの像を収めた、礼拝堂のある礼拝堂東部分である。礼拝堂周囲は、 フランシスコデゴヤの描いたボールトやドームに囲まれている。1718年には、聖堂は完全にボルトで覆われたが、主ドームと最後の戦闘が完成しこれらのボールトの最終的な手入れが終わったのは1872年である。1936年から1939年までのスペイン内戦の間、3つの爆弾が境界に落とされたが、どれも不発であった。像は、 木星で高さ39センチであり、壁石の円柱に乗っている。言い伝えによると、アグレダのマリアに対し出現した聖母は、夜中に、天使たちの手で雲に乗って、サラゴサに運ばれたという。天使たちは、旅の間に、大理石で柱と聖母のミニチュア像を建てたという。聖母はヤコブに予言を伝え、自分が出現した地に教会を建てるよう頼んだ。柱と像は、 祭壇ついたての一部となっている。1905年、聖母像にクリニコーがデザインした冠が被せられた。冠は45万ペセタもの値打ちがあった。建物は本堂と2つの側廊のある広い長方形の形をしている。しかし全体は典型的なアラゴン風である17世紀以降のこの地域の建築に特徴的な大きなオクルスによって光を取り入れている。 12本の巨大な柱が本堂のボールトとと側廊を支えている。全体は礼拝堂を同様、ドームに覆われている。バシリカ内の礼拝堂は以下のものである。スペインの人々の前に初めて出現した聖母を称えるピラールの聖母の祝日は10月12日である。これはクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見した日付と偶然に一致している。ラテンアメリカ諸国のすべてが 15世紀に作られた聖母像に繊維を寄贈している。ありがとうございます。